おそらく音質が何であれ私たちに近づいてほしくないんでしょうね。ますます行きたくなるな。そうでしょうね。要求して G 氏の火事場にいるバリッシュを全員に告げる。パワーが落ちた。シャクロックがしくじり俺たちを失望させた。だが忘れるな、最後に勝つのは俺たちだ。君たちぶっ壊せ。いいか、火事場で奴らの存在はこの世の敵の攻撃だ。太陽を下げるんだ。T 氏の火事場を守るんだ。スパルタンがいるなら直ちに始末しろ。スパルタンが現れたら奴を救うに俺たちを守る。うしゃあ。前方にバニッシュとの施設があるわ。採掘基地のようね。あのスパルタンが言っていたのはきっとここだわ。どうしてバニッシュとがここに？奴らのやることなんかここに着いた時からずっと変わらない。ゴミ漁りさ。争いを激しくしようと全部をめちゃくちゃにしてる。どうして？何のためにここを破壊するの？勝つためだ。もう勝ってる。下へ潜ってるようね。そんなありえない。フォアランナーの合金は破壊不可能よ。ねえチーフ、これって。チーフ、それにあいつらも中央の建物でレーザーを制御してるみたいね。ジフ、スキャナーが反応してます。やっぱりまだだったんだ。どうすりゃいいんだ。そこで待て。なんとかする。ゴー。終わりか。
に。まだだ。制御装置はあの窓のそばみたいね。マスターチーフが戻ってきた。怒りが湧くかと思ったが、不思議とそうではない。むしろ力が湧いてくる。新たな目的が与えられたのだ。倒すべき相手なくして、これ以上は望みようのない最高の敵だ。アトリオックス、あなたが人間の船で奴を殺さなかった理由が今ならわかる。あなたは奴に自らの勝利の目撃者となってほしかったのだ。あなたの仕事、あなたの計画は森が完成させる。ちょっと時間をちょうだい。おかしいわね。停止させられない。なら壊す。この先よ。パワーレギュレーターが2機あるわ。それぞれの冷却パイロンを手動で露出させて連鎖反応を生じさせるだけで OK よ。もちろんあなたが撃つのよ。つまり引き金を引いてボーン、それで吹き飛ばす。どう？わかった？レギュレーターの解放スイッチね。Thank you.
冷却システムに障害が発生した。部隊を投入し採掘場を守れ。本質の入り口を何としても守り抜け。しましょう。冷却システムが停止した。このままでは再起動だ。絶対に奴らを温室に入らせるんじゃない。バーソス、任務を遂行しろ。やつを発見。Thank you.
ジャックロックは来る。バッソスはそうはいかんぞ。さっさと来た。よかろう。死ぬまで戦うがいい。もうダメかと思ったわ。じゃあレーザーを片付けましょう。ご苦労様、私の番ね。見てて。何か問題が？そんな、まさか。どうなったかしら。あのレーザーはリング切断のために改造されたんだわ。改造？誰が？バッソスでないことだけは確か。とても洗練されている。誰がやったにせよ、フォアランナーのものを改造しただけじゃない、改良したのよ。それに温室にはバニッシュとが大勢いるわ。何日もね。また罠に飛び込むわよ。最後まで残したんだろう。怖い？いいや、怖いか。まさか。あなたがいれば大丈夫。それに神経インターフェースはチタン合金で包まれているしね。平気よ。そりゃよかった。